学で視覚平和の教育というのに参加してきました。これは葛飾区と被爆者団体の方の共催で毎年行われている集いで、実はここで国会議員が自民、公明、そして共産党の3人となって挨拶をすることとなりました。どんな挨拶を与党の皆さんがするのかなと思って聞いていましたら、自民党の平沢達也さんは、核兵器はダメだ、戦争はダメだ、一般的にはお話をされて、この閣議決定には一言も触れないで挨拶が終わりました。公明党は山口代表が実は同じ葛飾区民でして、この方が挨拶に立ちました。核兵器の問題ではアメリカに行ってオバマ大統領にぜひとも広島に訪問してほしいという要請をしてきたんだということをお話しされた最後に、新しい閣議決定は専守防衛である、日本は戦争をしないということを改めて確認したという挨拶を行いまして、嘘つくな、私はとても驚きました。集団的自衛権というのは国際社会では専守防衛とは相容れません。自国は攻撃を受けていないのに、第三国が攻撃を受けたとき、その国の攻撃に対して自国が戦うというのが集団的自衛権。これ以外に説明のしようがない。これのどこが専守防衛を決めるというでしょうか。そうだ、こんな嘘とごまかしした説明ができない。これは国民の世論に押されている、そして、限界に回っている、嘘とごまかしに回っていることは明らかです。私たちの手でこの閣議決定の中身をもっともっと知らせて、もっともっと国民の怒りの声を広げて、閣議決定の撤回を何としても勝ち取っていこうではありませんか。先に行われた国会で予算委員会では、このごまかしをやるために、自民党公明党の質問は日本近海の話に終始しました。北朝鮮のミサイル、中国の脅威、こればかりを煽っています。自民党の議員に至っては、日本をどこかの国が攻撃をしたらアメリカが叩き鳴らすことが分かるように、アメリカとの軍事の同盟を強めることが今度の閣議決定だと言いました。皆さん、これ国際社会に通用しないですよね。どこかの国がどこかの軍艦を攻撃をした、もしかして日本を攻撃した、その時に即座にこちらが攻撃をするっていうのは国際社会の常識とは相容れません。今のマレーシア航空の追撃のあの事件を見ても分かる通り、何のためにどこの国が攻撃を行ったのか、国連という場で話し合いをして、どこかの国が報復を一方的にするんじゃなくて、国際社会で攻撃を行った国に対していかなる制裁を行うか、これを話し合うのが今の当たり前の国際社会の在り方ではないでしょうか。そうだ、本当の国民決定はそんな日本近海の問題ではないということ、これもまた自衛隊の現実の構造を見れば今や明らかだと思います。日本の自衛隊が今や海外での任務を本来任務としています。1991年の湾岸戦争でペルシャ湾に自衛隊が派遣されて以来、一体どれだけの国や地域に自衛隊は展開をしているでしょうか。挙げてみます。ペルシャ湾、インド洋、イラク、カンボジア、モザンビーク、ゴラン高原、東ティモール、ネパール、スーダン、ハイチ、南スーダン、ルワンダ、ソマリア沖、13の国や地域、災害派遣を含まず、何があったら我が身を守るために武器を使うことも許される、そういう派遣の活動が今や13の国や地域で展開をされてきた、今も展開をしている。そしてイラクでは、あの多国籍軍やアメリカ軍を運ぶ、武器を運ぶという後方支援の活動までやってきたのが自衛隊の活動ではないでしょうか。あのイラク戦争の時は、それでも自衛隊は多国籍軍とは一線を画しました。その何よりの証は、砂漠色の軍服を着なかった緑の迷彩色のままで活動をしたということだと自衛隊員本人が語っています。砂漠の中で緑色はとっても目立つんです。だから後方支援をするときに本当の戦闘地域には入ることができなかった。しかし新しい閣議決定の下では、戦闘地域での活動
く色になって三国赤軍と見分けがつかなくなって活動することになるでしょう。攻撃の対象になるでしょう。自衛隊員の命が流れるでしょう。そんなことが許されるのか。今私たち日本共産党の演説会にも自衛隊の家族の方、関係者の方が息子の命を守ってほしいと言って初めて演説会に足を運ぶ、私たちを激励するという動きも起こっています。皆さん、私たちは政府の暴走を許すわけにはいきません。公選権、これを認めない。憲法9条第2項、認めないと宣言しているのは私たち国民です。その声を広げに広げて閣議決定絶対撤回、集団的自衛権絶対許さない。